第14回海軍航空隊は、かつて、フランス海軍海軍航空隊にあった、攻撃機部隊。1953年1月15日に、フランス領インドシナの爆米第190空軍基地で新編され、1991年7月1日に、ランディビジオ海軍航空基地で解体した。第海軍航空隊は、チャンスボート a u 飛行隊として、 1953年1月15日に、第一次インドシナ戦争中のフランス領インドシナに、所在する、バクマイ第190空軍基地で新編され、急戦協定が成立する1954年7月まで、活動した。翌1955年には、フランス本土など、QLPL 風海軍航空基地に所属航空機、未配備の状態で移駐し、 チャンスボート F4U-7 が配備された。1956年には、アルジェリア戦争中のフランス領アルジェリアに秩序維持作戦のため派遣され、数ヶ月後には、空母アローマン種に搭載されて、地中海に展開して、スエズドーランに対応し、同年12月に、フランスへ帰還後、再び、アルジェリア戦争に投入された。 1961年7月には、チュニジアのカローバ海軍航空基地に展開し、チュニジア国内での任務に、従事、1963年8月に、ドキュエル・ピエール風海軍航空基地へ帰還した。1964年8月に F4U-7 の運用終了となり、第14回海軍航空隊も、同年10月1日に、 解体されたが、チャンスボート F-8E 飛行隊として1965年3月1日に、ランビウエ海軍航空基地で再編成された、レフネームイコールネットマリン。1979年には、脱走シュッペルエタンダールに、機種転換し、運用形態が、防空任務から、戦術攻撃任務に変更された。第14回海軍航空隊における、 シュペルエ・タンダールの運用は約10年に及んだが予算削減の影響により1991年7月1日に解体した第14回海軍航空隊で運用した F4U-7 ありがとうございます。